てみて、あそこカプセルトイがいっぱいある。はあ、本当だ。こんなところにあるなんて知らなかったの。カプセルトイって可愛いのがたくさんあってついつい回したくなっちゃうんだよね。あ、いいこと思いついた。今日はリミリンの誕生日なんだし、みんなでリミリンに好きなの回させてあげるのはどう？え、いいの？実は私、最近集めてるシリーズがあってね。へえ、どれだ？あ、このふわもこ動物シリーズとか、リミは好きそうだよな。うん、好きだと思う。私はそのシリーズだと、ウサギが好きかな。おたえの好きなやつは聞いてねえから。リミリン、リミリンが集めてるのってそれ？ううん、こっちのね、焼肉ちゃんシリーズなんだけど、焼肉のね、お肉がキャラクターになってるんだ。ロースちゃんとかタンちゃんとか。ねえリミ、大変。ハンバーグちゃんがいないよ。ハンバーグは焼肉じゃないからかな。よーし、じゃあこのカプセルトイを回してもらうってことで。ほらリミリン。はい、どうぞ。あ、ありがとうサーヤちゃん。じゃあ、えい。うわー、やった、シークレットだ。わー、やったねリミリン。誰が出たの？骨付きカルビちゃん。およかったな。うん、すっごく嬉しい。みんなありがとう。ふうふう、はるはついうとうとしちゃう。少しお昼寝しようかな。お誕生日おめでとうございます、牛込さん。リミちゃんがこの世に誕生した日、ああなんて儚いんだろう。お二人ともお祝いしてくれてありがとうございます。セタさん、プレゼントを渡してくれるかしら。ああそうだったね。来月の月末は空いてるかな。定期公演が決まったから、よければ見に来てほしいんだ。子猫ちゃんのためにチケットを用意したよ。とっても楽しみです。その日は絶対に開けておきますね。それはよかった。実は数日前にさよが私の元に来てね、リミちゃんのために何かできないかといろいろ相談に乗っていたんだよ。さよが誕生日プレゼントの案をいくつも用意してくれていてね、一つ一つの案について熱心に語るさよの姿は思い返すだけで、ああ、はかない。セタさん、その話はしなくてもいいでしょ。そうだったんですね、ありがとうございます。いえ、牛込さんがセタさんのファンだというのを聞いたものですから。お二人が一生懸命考えてくれたプレゼント、めっちゃ嬉しいです。楽しく演奏しましょう。